できました。で
ですね、今日と明日でも休みも終わりますので皆さん切り替えて月曜日から頑張ってください。でも今日は楽しんで最後まで楽しんでいってくださいね。はい、はい、私から一つ告知させてください。5月21日、私たち RN ガールズ、私たち RN ガールズレインボーポップコーンと、さっき一部見ていただいた方は分かると思うんですけど、とってもかっこいい私たちの後輩ソウルボーイズネオベイビーパブリックスクールが GFO に出演させていただきます。はい、去年もねこのメンバーで一緒にイベント出させていただいたんですけど、その時よりもねもっともっとパワーアップしたものを準備してます。皆さん絶対楽しくなりますよね。あります。ということで、予約は RN のインスタか Twitter の DM からもできますし、その場でも予約可能ですので、来たことない方も皆さんぜひぜひお願いします。お願いします。曲になっています。ジーニーはランプの魔人のジーニーですね。皆さんの願いを叶えますっていう感じの曲になっているので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。はい、それではそろそろ次の曲に行きます。スタンバイお願いします。